メイド服で行こうぜとかいうのは誰が考えたの？あ、クルッポです。3年前ぐらいですかね。バンドとメイドさんを合わせたバンドがやりたいと思って。まさにバンドメイド。そうです、最初からもうメイド服でバンドをやろうって。まあ、それはクルッポの頭の中にあったんや。そうです、クルッポの頭の中にくるくるってあって、ポーっと出たんや。うん、で集めたの。どうやって集まってきたの、このメンバー。うん、気になる。花道を最初に見つけて、ね、で見つけてもらって声かけてもらって。どこで見つけるの？あのネットで動画をやっぱ弾いてみたみたいな。上げてて、そこからあ一緒にやろうやみたいな。へえ。最初でも会った時どう思いました？クルッポとか言うて。いや、すごい可愛い子が来たなって思って。でも中身はなかなかおじさんだったりするので。中身おじさんなの、クルッポは。クルッポおじさん。どういうところが？楽屋で酒とばずっと食べるんです。臭かった。どこが鳩やねん。ハンのカス食うと考えるんですよ。で、私がもともとはシンガーソングライターを弾き語りでこう歌いますみたいな。やってたの？やってたんですけど、バンドじゃなくて。一応その時にサポートメンバーにそのドラムの、はい、あかねちゃんが、はい、はい、あーちゃんをこう雇ってて、うん、はい、それでクルッポから誰かいないって言われて、叩ける子いるよっていうので、あーちゃんに、はい、私がかなみから話を、はい、もらって、うん、でベースもいないってなってたので、その時私専門学校、音楽の専門学校行ってたんですけど、で一緒の学校だったベースのミサを誘って、こう一応メイド服でやろうみたいなのは、はい、クルッポに言われた時にあかねちゃんはどう思ったわけ？一回考えさせてください。そうやんな。まあ、最初に曲も一緒にこういう感じの曲やりたいって言って送ってくれて、デモを聞いたらすごいもうロックで、あ、こんなゴリゴリな曲をメイド服でやっちゃうんだ、面白いってなって、もう曲と衣装のギャップに面白さを感じて、もうじゃあ入ります、お願いしますって。で、ミサちゃんがその次に入るわけやん。はい、で、ミサちゃんだけメイド感があんまりない。思ってた、バレた。ちょっとミサちゃん、ちょっと前の方に来ていただいて。殺し屋風メイドです、テーマは。そんな殺し屋なんかおらんからね、メイド。メイドというかモードじゃないですか、これ。いや、メイドで。だからミサちゃん的にはあれ、はい、なんでメイドなみたいなとこあんの？最初はそうですね。いや、今もそうですよ。今もそうです。ほな、そこに最後ボーカルで、うん、サイちゃんが入るってこと。まあ言ったらボーカルはいるわけや、クルッポが。でももう一人入れたいってなったら、なんかツインボーカルの方が面白いかなと。サイちゃんの声がすごく好きだったので、うん、なるほど。サイちゃんは一人でなんか違う音楽活動してたんですか？あ、一人でずっと歌ってます。歌手みたいな。歌って踊ったりとか。あ、ダンスしたり。ダンスしてたりとか、あとバックバンドの人呼んでしたりとかでやってました。どう思った？メイドの格好でみたいなのは。メイドですって言われなくて。言わなかったんです。はははは。今までのこの反応を見てクルッポは学習したみたいで。なるほどなるほど。サイちゃんには言わないで誘おうと思って。可愛い服なんだけどって言われて、ちょっと可愛い服でかっこいい曲のバンドをやるんだけ ど、 だけど、で曲だけ聴いてたんで、あ、じゃあまあやってみたいですかねみたいな感じで、なんで学園に吊るされてた、うん、これはみたいな。はー。今はこのこれないんですけど、エプロン、エプロン最初あって、うん、エプロンってなって。エプロンはちょっと嫌やなみたいな。パシッてパシッてない。いや、もうメイドの仕事やめてません、それ。叩きつけてるんでしょ。なるほど。だからちょっとこう最初は衣装に抵抗あったけど、今はもうこれ着てないとね。コンセプトがめちゃくちゃちゃんと分かりやすいやん。メイド服でこんだけ激しいロック、うん、でしかも演奏もめちゃくちゃうまいし、うん、海外でウケるわ、そら。うん、ウケる。やったー。
しかも可愛いし、うん、一人一人全然個性が違って、はいはい、メイド喫茶とかも海外の人とか日本人絶対行くでしょ、うん、やっぱ興味を持って見てくれますよね。それは絶対そうやわ、うん、女の子5人で可愛いから、うん、アイドルを応援するような楽しみ方もできるし、うん、そのバンドを見に行くっていう楽しみ方もできるし、うんうんうん、もう一つじゃなくて全部がいいなって思ったので。クルッポなかなかの作詞ですね。さすが考えたね。思ってた通りのバンドがよう出来上がったもんやな。奇跡っぽ。ええ奇跡っぽ。奇跡っぽやな。すごい奇跡っぽやな。そうですこのすかされ方がクルッポは何度もされたことなんでしょうね。ちょっとそれぞれの性格みたいなことは知りたい、もっと知りたい。クルッポはどんな人ですか、メンバーから見たら。クルッポです。クルッポですね、うん、狂ってるってこと。クルッポは狂ってる。それ含め、はい、どういうとこがおかしいなと思う。クルッポって言うんですよ自分のことを、うん、しかもそれを曲げへん、うん、普段の生活とかもやっぱおかしいなと思うこと多い。ありますね。なんかすぐこける、うん、転ぶ。普通みんなで歩いててもいないみたいな。そしたらこう溝に落ちてるとか。そうなの。階段からスタタタタタンって落ちちゃうとか。危ないやん。気がついたら傷がいっぱい増えてる。ほんまや、足むきづたない。さないでください。見てちゃんと、クルッポの足傷だらけです。この辺マジで鳩です。じゃあサイちゃんはどんな人、みんなから見て。ツンツン。あ、お姫様みたいな、うん、女王様。はあ。でも名前に姫入ってるんで。サイキやから。彩る姫なんで。本当の名前なんですか、ツンツン。あれ本当の名前です。すごいね、もうお母さんが昔絶対オートバイ改造して乗ってたもん。変わられへんわ。お母さんこんな長いスカート履いてる。ほんでカバンペタコしてはれへんかった。カバン持ってなかったです。カバン持たんと学校ドスケバンやな。なんかツンデレとかよく言うやん。普段メンバーにはそういう一面見せたりとかそういうのはないの、さえちゃんは。小跡には出れない。もうツンのみ、うん、ツンのみです。かなみんちょどうした。みんちょにはみんちょには優しいんです。確かにみんちょのこと見るときなんか優しい感じ見てるわ。私もなんか思った。あのクルッポのことはこう蹴ったりしてるんですけど。蹴ってんの。でもいつも暴力あるよ。ありますね。思いっきり蹴られんの。もう蹴られます。だから溝に落ちてるねと思うで。蹴ってるんだ。嬉しいよ。蹴ってる。でもみんちょには優しくて、いつもここの紐を結んでくれるんです。リボンできないから。はい、やってあげるんだよ。できないねって。でもミンチョ、サイちゃんのただのファンなんです。え、好きなの。え、どういうことですか。何、すごいその性格のところとか、あとはそのライブで多分見たらみんな好きになっちゃうと思うんですけど、かっこよくて芯が強いところがあって、すごいなんかいつの間にかファンになってました。だからこうギターソロとか弾いてる時によくサイちゃんこっちにいるんで、サイちゃんって。その時クルッポはどこにおんの。クルッポはなんか奥にいる。見てあげる。奥にいるんでこうやってサイちゃんサイちゃんって。そんな好きなの。気づいてない。待ち受け画面は誰ですか。待ち受け画面もサイちゃんだったんですけど、それは人の目があるからやめてって言われて、最近はやめてます。そんな好きなんや。だからこうさりげなくこうやってシャッターを押したりして。盗撮してるの。盗撮されてる。盗撮されてるの。絶対ポルダがあるんですよ、サイちゃん。見たい見たい見たい。花人女のサイちゃんコレクションには一体どんな写真が。あ、かわいい。確かにかわいいわ。かわいい私服の時これ。じゃあかわいい画像の時に保存したり。ほらだってサイちゃんさ普段のかわいいな。私服ですか、うん、
やへえー、あでももうそろそろ高橋さんが好きになっちゃうんでやめときます。大丈夫ですよまだ大丈夫ですけども。シアトルの皆さんもっともっといけるでしょう。一緒に楽しんでいきましょう。かなみんちょはどんな人なんですか？まんまです。なんか不思議だし、うん、天然だし、うん、空気読めない。空気読めへんでもなんか悪意はない感じですか？悪意は全くないです。ね、ないです。あのもう いい育ちしてるのが伝わると思うんですけど、うん、ほんま楽しく毎日おんねやな。このまんまだよね。このまんまですね。サイちゃんのことが好きやとか言うのもキャラじゃないのよ。もうほんまに好きやねん。で、あかねちゃんはどんな人ですか？リーダーなの？リーダーですね。それはどうやって決まったの？まあ、みんなメンバーで。確かに誰をリーダーにするって、まあ、あかねちゃんちゃん多分きっと普通の普通っていうか一番まともまとも。この中だったらちゃんとはっきり言ってくれるし、うん、そうだね。一番目を合わせやすい感じはする。じゃあミサちゃんは？ミサちゃん謎やわ。謎、うん、だってここまで一言も喋ってないですよ。びっくりしない？え、でもフェナンも本当にこんな感じです、うん、こんな感じなんだ。ただただお酒を飲んで何を考えてんのずっと？え飲みたいとか、はよ酒飲みたいなと、いつまで喋ってんねんこの人らみたいな、はよ終われへんかなみたいな、真面目にやれよ。でもあかねちゃんとミサちゃんが仲良しだ。ここなんかいいですね。いやまだミサちゃんとあかねちゃんはプライベートとかで一緒に二人で、もう、はい、でもメンバーみんなプライベート仲いいんですけど、うん、でミンチョは？ミンチョは読書です。どんな本を読むんですか？最近読んでるのはデール・カーネギーっていう、結構自己啓発本とか心理学系とかなんかそういうおやつが好きなんやはい、よく代官山とかで読書しながらコーヒーを飲むっていうのが趣味です。本にめっちゃマーカーつけてる、うん、あ、印つけて、うん、同じタイプだ、いた。本にマーカーつけてるの？あるよね。あ、チャーポンもそういうの好きなの？あの、私本は基本的にあんまり読まないんですけど、うん、読むときってその本の中に書いてある知識を自分の中に入れたいときなんですよ。そうなんです。やっぱりマーカーを引かないと分からなくなっちゃうんですけど、さらにそれを自分なりにパソコンにまとめて PDF ファイルにしてスマートフォンの中とかに入れとくとより知識が。そういうこと見せて。じゃスマホの。それはやばいわ。どういうファイルがあるの？見せよ。それはちょっと共感できるかと思ったけど。あの最近ちょっと携帯の調子が悪くて今は入ってないんですけど。丁寧に事情説明せん。iOS の機嫌と。でクルッポは何してんのが楽しいの？競馬が好きです。競馬？競馬が好き。ギャンブル好きなんや。おっさんって言ったもんな。競馬が好きです。ギャンブル馬が食べるのを見るのも好きです。
馬が好きなの？馬好きです。鳩だけど。なんで競馬場行くんかいな。行きます。他のメンバーはやれへんの？さえちゃんがたまに大きい大きいレースはやります。すごいな。そんなバンドおる女子で。何このグループ。やる頻度が尋常じゃないです。それぐらいやってんの頻度で。毎週。毎週。毎週。さえちゃんはお酒以外は趣味あんの？私は買い物ですから。服とか好きなんで。洋服屋さん。はい。とかネイルも好きですし。ちょっと最新のネイルはミンチョから見たらどう？見たこれ。手が綺麗なんです。手の話しちゃうネイルのデザインの話しとんねI'm not you.